はい、毎度お気に入りフレードです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回動画内での情報はドイツ時間2月17日52時までにドイツで報道されたニュースです。今回の重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。ということで、皆さんお元気でしょうか。今週ちょっと、忙しくて月曜日に動画が更新できなくて申し訳ないですが、ちなみですがドイツは今日ね、ドイツ北部中部ですけど特に、すごい風が吹き渡っております。ほぼほぼ台風に近いです、日本の。ということで、まあそちらについても心配なんですが、ウクライナ情勢について少しだけ皆さんにご紹介いたしますと、水曜日何も特に動きはなかったですよね。 CIA が想定していたのにもかかわらず動きがなかったです。そしてウクライナの一部の軍隊が撤退したみたいな報道もあったと思うんですが、そちらに関しては正直不透明です。本当に一部が撤退したのかもわかりませんし、一部の報道では兵士が増量されたという報道もあるので、ということで、今現在ある意味情報戦争みたいな感じになってます。どの情報を信じていいのかわからない、公式であってもみたいな、そういう状態になっていますので、まあとにかく一部撤退という報道はありましたが、とにかくすでに一部が撤退したとしても普通にロシアがウクライナに戦闘開始できるような数がいるというのもすでに分かっているので、ということで今の状態を一言で言うと、まだ油断大敵というような状態になっています。で、コロナに関してです。今回のタイトルではコロナと共存、今後10年間強制予防接種と欧州での規制緩和と、3つ大きな重要なポイントが入っております。まず1つ目のドイツバイオンテック CEO が言いました。今後10年間コロナと共に暮らしていく必要ありという発言に関してなんですが、こちらも、本日最新情報で明らかになっております。私たちは今後10年間ウイルスと一緒に暮らす必要があることを受け入れる必要がありますと、彼は AFP 通信社に語ったと。そしてこのオミクロン変異株が最後の変異体ではないと、いうことも言っており、基本的にウイルスは変異し続けており、世界中で多種多様な種がアクティブです。2020年にはすでにそれが見られましたと彼は言っております。ということで、まあ大体今後10年という、まあ、大幅なスパンに、変わりましたね。大体まあ今年の春夏ぐらいまでと言われていたものが今後10年間という、すごい、スパンの伸びようですが急に。で、またまあイスラエルにおいてはコロナパスを放棄であったり、結構コロナパスというものの効力であったりっていうのがなくなりかけております。しかしながらドイツで言われる FFP2 倍マスクという高性能なマスクの着用に関しては引き続き、ということで、まあ今後ドイツにおいても3月20日までに、徐々に規制緩和されていくというなっておりますが、マスク着用要件に関しては特に、解除はされなさそうです。また一方で規制緩和はされていくんですが、強制予防接種案に関しても着実に議論が続けられており、今後またそれが出された上で規制緩和が徐々になっていくのかなっていう、まあ同時並行で行っていく流れになっていくのかなと思っております。オーストリアでも3月5日からほぼ全てのコロナ対策を解除、フランスもいくつかの制限を解除と、解除続きです、欧州において。またドイツ首相ですが、コロナ対策は3月20日に順次終了予定となります。また新たなコロナワクチンに関してなんですが、まあ対オミクロン株に関してですね、簡単に言いますと、ドイツバイオンテックにおいては5月までにオミクロンコロナワクチンを期待しており、米国モデルナにおいては8月にオミクロンブースターコロナワクチンを期待しております。なので、まあ春から夏頃にかけて新たな新型コロナ改良ワクチンが出てくるそうです。で、ドイツ最新情報です。17日ドイツロバート国研究所、コロナ発生率は5日連続で減少、1385となっております。で、死者261人、新感染者が 235,626人となっております。ということで今回の動画は以上になります。また新たな情報が手に入り次第皆様にご紹介いたします。それではまた。